タモリさんはね一回だけね、はい、ちょっと地雷踏んじゃったことあるんだよ。えタモリさんの、うん、はい、春の装いで、はい、タモリさんがボスグリーンのジャケットと、はい、あのベージュのスラックスにしてたわけで、パッと出てた、あタモリさん装い新たですねって言ったら、うん、まあねって言って、あれマカオの金持ちみたいですねって言ったの、はい、ただ褒めてないよ怖っ、褒めてないよ、あマカオがまずかったかなと、はい、いやそうなんだ、マカオがまずかったのよ、であれがイタリアだったら OK、 なるほどなるほど。俺もいいとも終わりで何回か、まあ、結構ご飯連れて行ってもらうんですよ、うんうん、いいとも結構ポロシャツぐらいこうやってあるじゃないですか、うんうん、ほんで修復の方が逆にスーツで、うん、そうそうそう、ね、うん、かっこいいみたいな、ほんで、お蕎麦屋さんいつも連れて行ってもらって、はい、なる日家行こうかみたいなで家で飲むってなって、めちゃくちゃでかい、オーディオで爆音でジャズ、うん、ザーン鳴らしながらこうやってその前に仁王立ちながらめちゃくちゃええウイスキー飲んであるんですよ、うん、これパッと振り返ったらもちろん黒い黒いサングラスじゃないですか、はい、俺やっぱこれ狂ってんなと思って、まあ、この人なんでしょうで、コメディアンは絶対出ないですもんね、はい、かっこええスーツって真っ黒なグラスさんでウイスキーグラス傾けながらジャズダーンかけて、ジュニアお前ウイスキー飲めよとか言って、いや僕ウイスキーちょっとまだまだ全然分かんなくて、なんかあの食編のウイスキーなんすかって言ったら、ジュニア一つだけ教えといてやるよ、このように初級編なんてないんだよ。かっこいい。何でも一からさ、もうトップギアからいったらええねんっていうことなんでしょうね。あ初級編みたいな、こうやってだんだん踏んでいくから最終的にゴールまでたどり着かへんねんって、上からいったらええねんっていうことやったんじゃないかな、僕は勝手に判断してるんですけど、味も分からへんけど、そのタモリさんが飲んではるゴールであろうウイスキーいただきました。味全く分からへんから。タモリさんが作ってくれた料理をね、美味しいって言ったらすんごいいい顔するんだよ、ニコッとするの、自分全然食べないの、ほんま食べはりますよね、自分作るだけ27時間でも一切何にも食べずに、うん、俺ね27時間でさ、はい、九州からずっと北上していくわけですよ、はい、そうすると最初のうちは、まあ、こっちも元気だからいいんだけど、地方局の人ってもう待ち構えてるわけ、はい、うちの番だっつって、はい、でもう次の日のもう徹夜して次の日の朝ぐらいになるとさ、もう疲れてるのにさ、はい、おはようございますとか言って、これでこれで頑張っていきましょうって言って、で4限中継だとバーってやってると、うち映ってませんよほら頑張りましょうって、うるせえ向こうはそこだけやからね、こっちはもうずっとうるせえなってバーって言って、それで長良川で中継だって、はいはい、で俺があの迂回の格好して、はい、川原と着替えて、で船に乗ってこうやってたら、さあそれでは関根君はどこにいるんですか、はい長良川にいますって言って、でタモリさんがあれウの格好してんのって言うから、そんなわけないじゃないですか、何言ってんですか、ウの格好じゃないですよ、もう疲れてるからさ、もうすんごい嫌な答えしちゃって、で自分の心の中ではさ、ダメダメ今そんなこと言っちゃダメだよ、何言ってんすかタモさんとか言ってんの俺、おいやべえと思って、うわ終わったと思って、でしまったと思ってさ、曲帰ってきたらさ大受けなの、面白かったね、疲れて切れててもう頭動いてない感じがすっげえ面白かった、よかったのよ、逆に懐でかくて、そうみんながすげえ笑ったんだって、それで疲れてるわこれ我々も入った頃にいつかいいともに出れるような芸人にみたいなふうに思ってた、そういう番組が今ないから、今はないよね、俺らいいともと徹子の部屋とかって、これなんかそうだよね、ね、そう呼んでもらえたらみたいな、そういいともに出てるかどうかで銀行も貸す金の額をそこで線引きしてるって言ってました、あそう、はい、あ本当、はい、だっていいともってもう本当に一流しか出れないじゃない、はい、あの乗ってる人しか、はい、で丹波哲郎さんがものすごくそのいいともよく出てきてくれて、丹波さんがタモリさんに、はい、タモリ、あタモリ軍団の方が武士軍団より優れているな、
いや、たけし軍団は弟子じゃない、はい、タモリ軍団って、いいと思うね、芸能界から寄り添ってきてるからさ。いや、分かってないから、うちは軍団じゃ、いやタモリの軍団の方が優秀だ。軍団じゃないって、ザ芸能界だって。